さあ、ということでここからは記者解説です。今日はオリンピック真っ只中のパリからということで ANN パリ支局の小島良支局長と中継がつながっております。さあ小島さん、今どちらにいらっしゃいますか？こんばんは。私はですね、今パリ中心部にありますポンデザールというですね、橋の近くにおります。こちらがですね、ポンデザールという橋なんですけれども、奥に見えるのがルーブル美術館ですね。そして、セーヌ川にですね、この橋かかっているんですけれども、こちらに見えますのが、図書館とかですね、あとラジオ局とかが入っている建物なんです。で、こちらのですね、ポンデザールという橋なんですけれども、パリオリンピックの開会式で綾中村さんが、パフォーマンスをした場所として今ですね、かなり人気になっているんですね。ちょっとご覧いただけますと、もともと景観もいいということもあるんですけれども、多くの、観光客の方が、集まってきています。この橋の上を、綾中村さんは、ダンスをですね、踊って、歌いながらこう歩いていたということで、今ですね、いないですけれども、ダンスをですね、自分で踊りながらこう橋の上をですね、歩いている、そんな観光客の方も、たまにはいらっしゃいます。あの開会式の中村さんのダンス、とても印象的でしたし、そういった真似て動画を撮る人もいそうですね。でも小島さん、その綾中村さんっていうその名前なんですけども、日本にもいそうな名前ですけど、何か関係っていうのは日本とあるんですか？そうですね、綾中村さんの綾はですね、本名だそうなんですけれども、もともとマリでですね、結構多い、名前らしいんですね。で、綾中村さん、西アフリカのマリで、生まれまして、そして、幼少期に、フランスに移住したんですけれども、綾というのは本名で、あと気になる中村なんですけれども、これはアメリカのドラマのヒーローズというですね、ドラマで日本人の設定の、ヒロ中村というですね、キャラクターがいるんですけれども、そのヒロ中村から取った、中村というですね、名前らしいです。日本人の俳優の増岡さんがですね、演じていて、日本でも話題になったと思います。はいはい、超能力使うやつですよね。そんなところから名前がね、来ていると。ちなみにこの橋なんですけども、もともと観光地ではあるんですか？そうですね、もともと結構ですね、景観綺麗でして、例えばこのセーヌ川見えますけれども、エッフェル塔のですね、先端部分だけちょっとだけ見えますけれども、あ、見えますね。夕方になると結構ですね、日が沈む様子もですね、かなり綺麗に見えますね。で、そういうちょっとロマンティックな場所ということもありまして、ここ実はですね、恋人たちの聖地としてかつて、かなり人気だったんですね。というのは、こうしたですね、フェンスに南京錠をですね、取り付けて、はい、で、恋人たちがその鍵をですね、このセーヌ川に投げ入れると永遠の愛が叶うということで、当時ですね、2014年とかにはもうこのフェンスにぎっしりと南京錠がついていたんですけれども、ただその南京錠の重みでこうフェンスがですね、ちょっと一部壊れてしまいまして、それで2015年にこう南京錠ごともうごっそりこうフェンス撤去されまして、で今ちょっと取り付けづらいフェンスに変わっています。ああ、そうなんですね。そうなってくるともう撤去されてしまって、今は南京錠というのがないんですか？それがですね、実はですね、南京錠まだしぶとく結構残ってまして、例えばここですね、もう南京錠、もう人の南京錠につけてもうすごいことになってるんですけど、こうしたですね、場所ですとか、あとこの電灯があるんですけれども、ちょっとこれ上見ていただくと、はい、南京錠がついているんですよ。あ、すごい。でさらにこの上部分ですね、ちょっと上部分にもご覧の通りついてまして、これおそらく3メートルぐらい、電灯、高さあるんですけれども、これどうやってつけたのか本当に謎ですね。これもう真下がですね、もうセーヌ川ですので、仮にこのはしごをですね、使うとかなり危険なので、これどうやってカップルの方つけたんだろうっていう、ちょっと謎なんですけれども、でさらにちょっとびっくりしたのは、ちょっとこちらにですね、セーヌ川のこの橋の上に看板がですね、あるんですけれども、ご覧いただけますでしょうか。これフェンスのこれ外側なんですけれども、こんなところにもですね、南京錠ついています。でこのここですね、
もう隠れるように、おそらく撤去されないように、まあ、工夫したんだと思うんですけども、隠れ南京錠みたいなのもありまして、もうとにかくあのカップルの皆さん、もうあのなんとかもうあの自分たちの南京錠をこう残したいということで、皆さん工夫して、まあ、つけているという、そんな感じですね。あの今見ても上の方につけている南京錠は何か、ね、かけて上に登ってよじ登ってかけないともうつけられないところにありますよね。工事屋さんが立っていてもあからさみに手が届かないところですし、結構危険な場所にもありますけど、皆さんそれでも、そうですね、これね、そうなんですよ、3メートル以上あるので、さすがにあのてっぺんのトサカの部分にはないんですけれども、その下、これかなり危ないと思います。でちょっと私さっき発見したんですけど、ちょっとねここから見えるかわからないんですけど、あの、はい、もうもはや橋じゃなくて、もうあの壁ですね、壁にもですね、あそこぎっしりとあの階段のところですね、南京錠がこうバーって並んでいまして、はい、とにかくもう皆さん南京錠、これなんでこれ南京錠今も残っているかと言いますと、はい、これちょっとこれ見ていただきたいんですけれども、こうしたですね南京錠を取り付けるためのこういうまあそのなんか紐と言いますか、こういうのがあるんですよ、はい、これどうもあの露天商のですね人がこう南京錠をですねこう売る方がこのたまに橋この橋に現れるらしいんですけれども、この方がその方がですねつけて、まああのまあ南京錠をつけやすくしているというようなこともありまして、ちょっとあのいろいろ規制がありまして、今露天商の方いないんですけれども、まあ売ってる方もいるということですね。そうなんですね。このように今南京錠は残されているとはいえ、やっぱりその開会式の綾中村さんのパフォーマンスも含めて、まあ、再びなんか観光スポットとして今後オリンピック終わった後もにぎわいそうな場所になりそうですね。そうですね、まあ、南京錠は残っていますけれども、やっぱりあの綾中村さんのパフォーマンスで、まあ、さらにですね人気に火がついたという感じですね。であの開会式といいますと、もう一つ話題になった場所がありまして、それがですねちょっとねここからだと見えづらいんですけれども、はい、あちらですね、ちょっとね建物全体像は見えないんですけれども、あちらがですね、マリー・アントワネットの、モチーフにした、パフォーマンスが行われた、はいはいはい、場所ですね。であれはですね、あのマリー・アントワネットが、まあ、処刑前に幽閉されていた、まあ、建物なんですけれども、あの、まあ、マリー・アントワネットがですねもう自分の生首を持って歌うっていうですね衝撃的な内容で、まあ、もちろん賛否はあったんですけれども、まあ、フランスではまあ表現の自由とかですね、あと芸術をまあ尊重するまあ考え方がまあありまして、であまりですねあのに問題にはなっていないというような感じですね。なるほど、まあ、話題になりましたけれどもね、それでもやっぱりセーヌ川の水質問題も大きく取り上げられていました。で先日はトライアスロンのレース後に体調不良で入院するという選手も、ね、いたそうですけれども、今日もマラソンスイミングでセーヌ川を泳いだそうですけども、大丈夫なんでしょうか、そのあたりは。あ、そうですね、昨日今日とマラソンスイミングあの競技実施されました。であのちょっと川の様子ちょっと確認いただきたいんですけれども、最近はずっと晴れが続いていましたので、ちょっとまあ深緑にはなっているんですけれども、一応まあ大腸菌などのまあ基準はまあ満たしているということなんですね。で確かにあの競技後に体調を崩した選手の方もまあ結構いたんですけれども、ただまああの一応大腸菌などの基準を満たした上で、競技を実施しているということなので、まあ、そもそもその基準がですねまあ、ちょっと緩いんじゃないかというような指摘もありますね。あとはその水質検査で使う水が、まあ、競技の前日に採取した水だということで、ですので、まあ、あの雨がですね降った日にも競技がトライアスロン実施されたんですけれども、当日の水だったらあの満たしてなかったんじゃないかというですね指摘もありまして、いろいろセーヌ川の水質問題は今も、続いています。なるほど、ちょっとねこの今映像はね映し出しているところを見てもちょっと綺麗というふうに言い切れないような感じはしますけども、なるほど。そしてこの倍速ニュースで前回あの、そうですね、開会式、はい、失礼、あ、
もともとですね、こうした、セーヌ川沿いというのは船が、結構ありまして、もちろん遊覧船もあるんですけれども、こうした経由されている船は、これ実はレストランとかじゃなくて家なんですよ、はい、こう船で暮らしている方がですね、1000人ぐらいはいらっしゃるんですけれども、昔はその船の生活排水はもう川にですね直接流していたんですけれども、オリンピックが決まってから、このですね岸の、要は排水施設にですねつながるような配管をですね取り付けるように、法律で義務付けられまして、そういったことですとか、あと浄化施設を整えたり、雨水をためる巨大な施設も整えたり、2000億円以上かけて、浄化作戦が実施されまして、なんとか、基準内に、収めることができたという、感じですね。いやでも小池さん、今コメントを見ていてもですね、さすがに選手かわいそうだとか、私が選手だったら絶対に泳ぎたくないみたいな、ちょっとそういったコメントがねやっぱり多く来てしまってますね。そうですね、やっぱりパリ市などにとっては、もうオリンピックのレガシーとして、来年にもうセーヌ川沿いの3カ所に市民が泳げる場所をもう作るっていうふうにですね、もう決めちゃってまして、もう場所ももう決まってるんですけれども、なんとかこれオリンピックで競技を開催しないと、そのレガシーも残らないということで、本当にもう皆さん競技できるかどうか心配してたんですけれども、とりあえずなんとか終わってほっとしているという感じですね。で、市民の方にお話を伺うと、2000億円投資したことについては、セーヌ川がきれいになるんだったらそれはもう投資としてはいいんじゃないかっていうふうにですねおっしゃる方がほとんどなんですけれども、ただじゃあ実際泳ぎたいですかって言ったら、もう全員がいや私は泳ぎませんっていう方が多かったですね。やっぱりそのセーヌ川がきれいになるのはいいけど、泳ぐのはちょっとまだ心配だっていう方が市民の方でも多いですね。そうですよね。そしてこの倍速ニュースで前回開会式直後に中継していただきましたけれども、オリンピック警備についても小池さん指摘されましたけれども、改めて実際に大会が行われている中でどのように小池さん感じ取ってますか？そうですね、やっぱり会場のですね競技場の中に入る際に、荷物検査とかあるんですけれども、ただ一応リュックを開けなさいって言われて、開けてもすぐにもう中身をほぼチェックせずに OK って言ったりとか、あと金属探知機とかもですね使用せずにもうスッと入れてしまうというような状況がありました。でちょっとですねなかなか徹底されてないなと、仮に凶器を持った人が、競技場に中に入ってしまうというその可能性も捨てきれないなという、そんなの感じましたね。はい。そうなってきますと週末は閉会式もあるということですけども、何かこの時期になって警備っていうのは変わったりはしましたか？そうですね、昨日ちょっと競技場の中に入ったんですけれども、その時は、警察官と民間の警備員がこう二重にですね荷物検査をやってました。もしかしてですねテイラー・スウィフトさんのコンサートがウィーンでテロ計画が発覚して、中止になったんですけれども、その影響があるかもしれないんですけれども、昨日はですねかなり厳重にやってましたね。ただやっぱりですねリュックの内ポケットまでは見なかったりとか、そうすると、解体できる凶器とかですねもう全然隠せちゃうので、なかなかちょっと徹底は難しいなっていうのはありましたし、あと、警察官とか、フランス軍兵士もやはり競技場周辺にいるんですけれども、皆さんやっぱり結構フランス各地から、出張で来ている方も多いのか、みんな結構おしゃべりしてるんですよね。あんまりその通行人を気にするというより自分たち結構おしゃべりしたりとか、結構影に入ってる、 なぜか日向じゃなくて絶対影にいるっていう、私見たら大体警察官の方たち影にいる、それは別に悪いことじゃないんですけど、結構ねそんなに厳格な感じで警備をしているわけじゃないなっていうのは思います。今小池さんのお話にありました日差しとかが強いんでしょうね。天候とかっていうのはこの今日本は ものすごい暑いですけども、そちらはいかがですか？はい、そうですね、気温はだいたい30度前後という感じなんですけれども、日本と一番違うのが湿度ですね。日本って結構汗が吹き出るようなですねそういう暑さだと思うんですけれども、こちらは日差しは強いんですけれども、あまり汗は出ないといいますか、割と暑いけど快適っていうような印象ですね。
あと、朝方とかですね、逆にちょっと冷え込んだりもしまして、ですので選手の皆さんもそうだと思うんですけども、やっぱり寒暖差がですね結構大きいので、なかなか寒さ対策といいますか、暑さ対策だけでなくて朝方の寒さ対策も必要になってくるなっていうのは実感しています。今ね通ってる方の服装を見ても、半袖姿でちょっと薄手の羽織れるものを持っている方もいますね。ちなみにこの観光客の、結構ね冷えた時はダウンジャケットとかを着ている方も夏場でもいますし、去年はですね今年よりもちょっと涼しかったということがありまして、皆さん結構上着を持って外出される方は多いですね。小西さん、この観光客の数っていうのはこの時間帯っていうのもあるんですか？そうですね、今日ちょっと日差しがちょっと雲のがちょっとかかっている影響がありまして、今日中ですけれども日差しがちょっと少ないといいますかということもありまして、結構快適なので皆さんいらっしゃっていると思いますね。で夕方はですねこれもっと人が、昨日ですけどもちょっと見に行ったら人が多くてですね、やっぱりこの景観もいいですし、あとやっぱりその夕日ですね、夕日を見るためにここ集まってきてますね。でベンチもあってちょっと佇むこともできますね。でこの川沿いなんですけど、橋の上も人多いんですけれども、今ですねちょっといないですけど、夕方になると川沿いですね、結構座れるような感じに、京都の鴨川でもそうですけれども、川沿いにですね皆さんこう座って、おしゃべりしたりとか、ちょっと佇んでる人たちも、夕方はもうたくさんいましたね。本当にちょっとおしゃれなので、この川沿いのところで歩いてみたりっていうのをしてみたいですけども、いよいよ閉会式が近づいてきました。こちらの日本時間では12日の月曜日、祝日の午前4時からということですけども、閉会式はどんな内容になりそうなんですかね？はい、閉会式はあさってのですね現地時間だと日曜日の午後9時から行われる予定になっています。開会式と同じ監督が担当するということもありまして、もういろんなサプライズが用意されているんじゃないかと言われていますね。はいはい、そのサプライズってなると気になるんですけど、コーディナーさん調べで今どんなサプライズを行われると予想していますか？そうですね、まず一つ一番話題になっていますのが、世界的俳優のトム・クルーズさんが開会式でスタントをするんじゃないかと、はい、そういう報道がですねもう欧米メディアが盛んにやってまして、例えば、こちら、地元のフランスのメディアなんですけれども、はい、ここを見ますと、トム・クルーズさんのこうバイク乗ってる、写真がありまして、トム・クルーズさんがもう閉会式で登場するのが決定しましたみたいな書いているんですけれども、こんな感じでも欧米メディア、現地メディア含めてもうトム・クルーズさんがもうスタントをするというのはですね、もういろんなメディアが報じていますね。と言いますのは、今年の4月に、実は凱旋門のあたりをトム・クルーズさんがバイクで疾走している動画がですね SNS とかでこう、出回っていまして、それがですね、ミッションインポッシブルの最新作のロケも、同じような時期にパリとかロンドンで撮影されていたんですけれども、そのですねバイクに旗がですねこう立っていたんですね。旗がですね取り付けられていて、その旗が真っ白な旗だったんですけれども、これ明らかにこれオリンピックの旗なんじゃないかと。つまりその閉会式で、次はロサンゼルスオリンピックですので、引き継ぎみたいなですね時間があるんですけれども、そこに流す VTR を撮影していたんじゃないかっていうですね、そういう憶測が広がってまして、実際ミッションインポッシブルの主人公、イーサン・ハントが、バイクで、疾走するときって、誰かを追いかけるか誰かに追いかけられているかどっちかじゃないですか基本的に、はい、旗があったら明らかに邪魔なので、これは絶対ミッションインポッシブルの撮影じゃないだろうっていうですね、そういう憶測が地元メディアでは広がっていますね。じゃあ結構その閉会式登場でそういったサントマルも高く、ほぼほぼトム・クルーズさんが何かしてくれるんじゃないかという期待はしていいんですかね？そうですね、結構詳細にですね報じられてまして、実際その閉会式の会場がスタッド・ド・フランスという、フランス最大の競技場なんですけれども、その屋根から
こう、まあ、飛び降りるんじゃないかっていう、まあ、そういう、まあ、報道だったりとか、あとですね、そのロサンゼルスに要はパリから運ぶ旗を運ぶっていうですね、まあ、飛行機で、まあ、運ぶと。で最終的にロサンゼルスのハリウッドサイン、あのハリウッドって書かれてるあの文字のところにこう飛び降りるじゃないか、そこまで結構詳細にですね、事前にまあいろいろ言われていまして、で実際あの開会式でもレディー・ガガさんとか、まあ、セリーヌ・ディオンさんが歌唱するっていうですね、あの、まあ、事前報道ありまして、まあ、実際にまあ事実だったっていうこともありますので、今回もこれまあ本当なんじゃないかっていうのはあの言われていますね。はあ、なるほどね。結構もう今コメント欄もみんなトムクルーズって書いてあるんですけども、イーサンハントって書いてある方もいて、やっぱりその名前出てきますね。そうですね、トムクルーズさんあの実はパリと結構縁がありまして、例えばあの6作目のフォールアウトっていうですね、ミッションインポッシブルのフォールアウトっていう作品で、あのここからちょっとすみません、ギリギリ見えないんですけれども、ちょっと移動してもいいですか。あの、はい、グランパレっていうですね建物がありまして、であの今回のフェンシングとかテコンドーとか開かれているんですけど、あここからだと見えますね。あのガラスのですね、はい、屋根が特徴で、まあ、パリコレとかも開かれているあの、まあ、歴史あるあの会場なんですけれども、あそこの屋根にあの飛び降りたんですよ。飛行機で、まあ、から飛び降りたっていうようなシーンもありましたし、実際、まあ、ミッションインポッシブルの中であの、まあ、パリの街をですね、バイクで疾走しているシーンもありましたので、まあ、パリと縁深いですし、しかもあの開会式からですね、まあ、あのいろいろ水泳会場とかでも目撃されていまして、まあ、パイ入りしていることはもう確実ですので、ただ、まあ、開会式までの長い期間ずっとパリにいるのかなって私もちょっと最初は半信半疑だったんですけれども、まあ、ここに来てもほぼ確実だというふうには言われています。なるほど。いや本当に今コメント欄見てあの気づいたんですけども、やっぱり60歳以上ということでね、もうトム・クルーズさんも結構年で重ねていると思うんですけど、はい、それでもこのスタントどんなのを見せてくれるか本当に楽しみですね。いや小出さんも本当にありがとうございます。はい、今そうですね、最新作が、2025年にですね、公開される予定なんですけれども、そこであのイーサン・ハント役を引退するというふうにですね、言われていますので、まあ、映画の、まあ、言い方悪いですけど宣伝にはちょうどいいタイミングということもありまして、はい、まあ、期待高まっています。ちょっと一つあの面白いコメントがあったんですけども、あのコウジナさん何でも知ってる物知りっていうふうに、はい、コウジナさんのコメント来てます。あ、いえいえ、私もいろいろ調べた結果をお伝えしているだけで、はい、はい、ありがとうございます。中継していただきありがとうございます。コウジナ支局長に中継をつないでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。